はいどうもコミです。さて本日はスペリオライターズさんにお邪魔してます。今日見ていきたいのは花火という戦術ですね。ちょっと最近花火がまた流行り始めてきてるのかなっていう気もしているんですけども、これから始めようと、する方だったり、現在やっていてちょっとうまく前回までなかなかいかないんだよなっていう悩みを持っている方にですね、ここ絶対に押さえておかないといけないですよっていうポイントをお話ししたいというふうに思います。で、今日まず前半スピリオワイターさんで2本動画、リプレイ見てから今度 GS さんに行って合計3本花火をご覧いただきたいと思うんですけども、全部に共通してやっぱ言えることがあるんですね。そこが何かっていうところが今日のメインテーマになってきます。で、まずですね、アタックを見てもらってから考えていた方が分かりやすいと思うんで、この村どういう風に花火をするかというとですね、これ裏側からガツンとぶち込むんですね。ここからドーンって打ち込んでいきます。で、このシングルインフレの周りの施設をこういう風に花火でガーッと一掃する、この塗った部分ですね、ここ一掃していくというね、タウンホール含めてやっていくわけなんですけども、まずこの花火やる上において絶対に壊したい施設、それはタウンホールですね。タウンホールをスーパーガーゴイルで、ノーダメージで落とすというのが決まると、アドバンテージが大きい、特にバクワードというやつが取れるわけなんですけども、もう一個あるんですね。もう一個、これ何かっていうところちょっとね、考えながら見ていただけたらなというふうに思います。宝石機、アーチャークイーン、シングルインフェルノ、クラン城、ロイヤルチャンピオン、対空砲と盛りだくさん、この周りにあるわけなんですけども、まずはね、簡単に花火のね進行を話をしましょうね。この辺カットしてドラゴンがこういう感じで流れていくように誘導しますね。で、キングクイーンで、外周側のカットをしておきながらグーッとですね、ドラゴンのルートはこんな感じで通るように見ていきます。で、突撃艦に遠目をかけながらタウンホール前ここまで持っていって破裂、レイジインビジブル、さらにクローン2枚を、使いながらスーパーガーゴイルを隠し続けてですね、ノーダメージの状態でタウンホールを落としつつ、そこからさらに周辺にある施設を片っ端から潰していくというところですね。これシングルインフェルノね、壊すの多分狙ってたと思うんですけども、トルネードがあったんで、タウンホールの爆破ダメージにガーゴイルが巻き込まれちゃいましたね。こういう場合すんごい、これ急になんかマニアックな話なので申し訳ないんですけども、インビジブルが4枚とかある場合にはタウンホール1回隠しちゃうっていう手もあるんですね。実は隠しちゃうことによって先にこの周りを壊してから最後タウンホール壊すなんてことをすると、スーパーガーゴイルの仕事量がタウンホールから壊す場合に比べて相対的に伸びるということはあります。ちょっとチップスとしてね、これ覚えておいてもらえたらというふうに思うんですけども、これタウンホール周りにね、アーチャークイーン、ロイちゃんだったり投石だったり、いろんなものがあったんで、それを、十分にスパコンが壊してくれましたけどね、アドバンテージを大きくてそのままもう前回まで持っていけちゃうという展開になっています。非常に勇気のある突撃艦でしたけども、これが決まっちゃうとですね、長距離の突撃艦ってその道中トーム状態で罠をガンガン回収するんですね。黒爆弾とか赤爆弾とか、なのでそこから、追いついてくるドラゴンたちが長生きするっていうのもありますし、当然ながら一番怖いねタウンホールを潰せるというところで、花火パートにおけるアドバンテージが めちゃくちゃ大きくて前回取りやすいというのが、この戦術の特徴になります。もう一本見ていきましょう。もう一本はハッピーさん、あとノアさんですね。で、同じですね、こんな感じ。今度はタウンホール周り何があるかというところなんですけども、さっきと共通するある施設、シングルインフェルノでクラン城なんですけども、このクラン城マジで見ておいてもらいたいです。これ本気でクラン城絶対に花火するときに場所を見落とさないようにしてもらいたいところです。で、今回のノアさんもきっちりここね、ここに突撃艦を落とすことによってクラン城とタウンホール両方とも壊せるから、これ花火を選択してるんだと思うんですね。で、そこにちゃんと行くように突撃艦の角度もつけてますよね。こっちから撃っちゃってもいいんですよ、いいんですけども、そうするとここに落としにくいから、ちょっと角度つけてこっちからこう落とす、投げるんですよね。そうすることによって狙ったところに落としていくという、角度もちゃんとこだわって出してましたね。エアスイーパーに一瞬吹かれそうになるんですけども、エアスイーパーの真上で落として、まずはこれタウンホールを壊してから、その後、むき出しになったクラン城を壊していくという順番ですね。タウンホールが壊れました、インビジブルはもう撃たないで、スーパーガーゴイルで残ったこのクラン城をこう見ていくんですね。こういう風に、わかりますかね、これクラン城を壊していく、最後スパドラがちょっと補助してくれましたけども、これが大事です。で、
なんでこのクラン城を壊すかっていうことなんですけども、結果だけ見ると今防衛援軍ってほとんど出てこなかったと思うんですよ。ここにラバハウンドが入ってたらもう隠しみたいなところがあるんですね。実はドラゴンってもともと空を飛んでる防衛援軍、まあ同じ、あ、じゃないか、ごめんなさい、間違えた、地上を攻撃、することしかできない防衛援軍、まあ例えば、アイスゴーレムだったり、まあ、ジャイアントもそうですね、あとは含めたラバハウンドもそうです。こういった援軍つらないんですよね。でもそこに今これヒーローたちがこういう風に入ってきちゃった場合って、当然クラン城の範囲に入ってくると城が残ってた場合アーシャークイーンとかが釣っちゃうんですね。まあロイヤルチャンピオンもそうですけど、そうするとそこで足止めを食らって全開まで伸びないっていうケースが多々あります。で今回スパドラがこう残ってますけど、ほらこう罠を食らって最後スパドラいなくなっちゃうケースって結構多いんですね。なんで最終局面ヒーローで回収させるっていうのが、この花火に限らずドラゴン戦術一般的なパターンなわけなんですけども、それをさせなくしてくれちゃうのがラバハウンドなんですね。こいつ釣っちゃうと、ロイヤルチャンピオンが途中でそれに捕まってるさなか、クロスボウに撃たれまくっちゃうとか、投石に撃たれまくっちゃうとか、まあそういうことが発生するので、必ず花火パートでクラン城を壊せる木さんが立つかどうか、ここめちゃくちゃ重要なので、よく見ながら使ってもらいたいというふうに思います。で、もう一本ですね、リプレイを見ていきながらですね、今の話実は、クラン城があればいいっていうわけでもなかったりするんで、もう少しね一歩踏み込んだ話もしていきたいと思います。では GF さんにレッツゴーしましょう。はい、ではですねこちらも見ていきましょう。準決勝さんのアタックですね、同じようにやっぱ、ね、タウンホールとクラン城が、こう並んでるのでね、この間のこの部分に落とすことによって両方とも壊していく、まあ、さらにはシングルインフェルのグランドボーデン像というね高火力帯の部分も壊していきながらアドバンテージを取っていこうという攻め方ですね。結構ね初見でこのエアスイーパーが向いてない方向から攻めるのって勇気がいるんですけども、こんなに今ねこの突撃艦を、まあ、なんていうのかな、こうリスキーに裏から刺していく戦術に対してケアをしている村って多くはないのと、あとこれ道中ね仮にこういうところで起こっちゃったとしても、でもクラン城を壊せるなとかね、マルチインフェルノ2本プラスロイちゃん狙えるなとか、途中で仮に突撃艦が落とされてもまあそれなりのアドバンテージ取れるなっていう風に思えるような部分に関しては、花火ってすごく使いやすいので、必ずしも、目的の場所に到達しないでもまあそこそこ効果あるなっていう配置を選んで使うと、まあ、ミスがないと思います。でもう一個、これクラン城がですね、こうタウンホールの脇のところにありましたけども、これ実は中にアーチャーとかが山のように入ってるとスパカゴの攻撃が全部釣られちゃったりするんですね。なんでそういうところはちょっと注意がいります。で本当にもう花火戦術を極めるんだって思っていらっしゃる方は、中からアーチャーとかが出てきたらちょっとタウンホール寄りに落とす、タウンホールから2マス、まあ、3マスくらいかなのところ、今これタウンホールからの距離が4マス5マス空いてますよね、これね。でそうじゃなくて3マスぐらいのところを落とすんですよ、このちょうどね金庫の脇の下のところぐらいすんげー細かいんだけど、この1マス2マス調整かけることによって小粒の援軍が出てきてもタウンホールをきっちり、スーパーガイゴイルが狙っていけるようになったりします。で、まあ小粒の援軍が出てこなかったら少し手前で落として、まあ、よりバリを取っていくっていうような、こう調整をしていくっていうこともいいですね。なんで僕花火使うときすごい、突撃艦出し終えてからもうドラゴンとか一切見ないで、援軍の中身が何に出てくるかだけ見てます、めちゃくちゃ。あとまあスケルトントラップが大量に出てくるっていうこともあるので、まあ、そこも含めて見るわけなんですけども、とにかく小粒が来たらタウンホールより、あんまそういうのがなかったら少しタウンホールから遠くぐらいに考えておくことができて、それ実行できるともう花火を自由自在に使いこなせてるレベルに、まあ、僕の目からですけどね、なるんじゃないかというふうに思いますので、とにかくクラン城の位置、ここはすごく要確認をしておきながら、中から何が出てくるのかまで見ながら使っていけることを目指してもらえると、まあ、とてもですね花火の成功率上がるんじゃないかと思いますし、非常にシンプルな戦術なので、もう簡単なんですよね。例えば今回のケースで言ったら、こっちとこっちの面どっちから行きますか、タウンホールここなんで遠くから出すことはもう鉄則ですね。どっちから行きますか、でヒーローを生かしやすいのはどっちの面でしょうね、ヒーローってこう歩かせるのがいいのか、こう歩かせるのがいいのか、またはこう歩かせるのがいいのか、
っていうところを考えて、まあ、それプラスドラゴンたちがよりこう中心部分に向かいやすいのはどっちの面だろうな、1、2どっちだろうなってことを考えて、面が決まったら、まあ、今回こっちですね、その面から突撃艦を落としたい場所の延長線上、ここですね、から突撃艦を出していって、で、この部分で破裂させるみたいな感じ。あと破裂させたらもう、インビジブルレイジークローもガンガンガンと撃っていくだけなので、もう序盤の1分間ぐらいでやることがほぼほぼ終わっちゃうっていうね、非常にお手軽さもある戦術になりますので、ぜひタウンホール13から一応使えるかな、まあ、14が一番強いと思うんですけど、これ試しにね使ってみて、あ、いいなと思ってもらえたらですね、使い込んでみてもらえたら結構長く愛用できる戦術になると思います。お試しください。はい、ということでですね、本日は花火を使う上で絶対に見ておかなければならない1個の施設というところでね、クラン城、ここを見てほしいということをお話しさせていただきました。まあ、こんな形で僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タウンホール13、14メインで扱っております。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。